どうも山田です。さ、今日からですねロケット団選挙イベントが、また始まっております。まあ基本的にですね、まあ、あの割と2ヶ月に1遍とか結構な頻度で来ているこちらのですねロケット団系のイベントでございますね。で今回はですね手持ち、あの榊の手持ちがですね、またあの伝説変わりまして今ヒードランなんですよ。でヒードランはですねちょっと前に来た技のですね、まあ、大修正、もうあれも結局良かったのか悪かったのかよくわかんないやつ、まあでもあれによってですねだいぶ強化された、ポケモンとなっているんですね。なのでそんな、ヒードラン、まあ、シャドウで今回ちょっと2体取ってもいいかなと。はい、あの僕あのレジギガスとか別にシャドウいらんくねと思ってスルーしていたので、あのその分のスーパーロケットレーダーを今回に持ち越しができるんですよね。なので、今回はですねそんなスーパーロケットレーダーまずは使ってみて、でその後、またロケットレーダー回収して、で2戦目のはい、ちょっとヒードランもやってみようかなと思っております。何はともあれねずっとあのこう進めずに撮っておいた、ロケットレーダースーパーロケットレーダーございますんで、まずは1戦目のヒードランやっていこうと思います。じゃあ探していきます。おい、まずはここにちょうど一人いたんで君が本物かなっつって、本物なのねあの俺今まで何回も榊のさこういう動画撮ってんだけどさ、あのおとり、あの偽物の方と出くわす頻度がほんと低いんだよね。つうことで早速榊バチボコボッコしていきましょう。まず榊が今回ヒードラン出すっていうことなんで、最後がね、まあのまあ、ヒードランのことは発明してるわけじゃないですか。7後ろ何を置こうかって感じなんですけど、まあ、海洋ガンも別にワンチャンあり。ただ、あ、水五郎かな？水五郎じゃない、ラグラージか。ラグラージとかが実はいいのではないかという感じで置いといて、じゃあ、真ん中何しよっかな。まあでも、いつもディアルガさん活躍してくれてるんで、ディア、あ、でも、一応水にしようか。一応水。にしとこうかなと思ったらパルちゃんか、アクアテールドラゴンテール、なんかでもどうかな、偏りすぎか、真ん中、いやどうせ戦闘とあの最後はね固定だからなんか大丈夫でしょ、うん、これによってよっぽどみたいなことはないと思います単純にあの水タイプの最上位がにいたのがちょっとねオリジンのパルキアだったんで、ちょっと今日は出張ってきてもらっております。せい、まずはルカリオでシールド剥がしていきましょいと。はい、グローパンチ一発目。で、もう一発グローパンチをぶち当てて、あっち。よいしょ。まずはね、ちょっとルカリオでしっかりと剥がしきってもらわないとね、この後お話になりませんから。はい、グローパンチ。で、できればね、このルカリオがある程度通用するポケモンが2体目に来てくれていると嬉しいんだけれども、どうでしょうか。キングドラね、これどうかな、波動弾打てないか。じゃあグロッパ、間に合わなかった。完全に選択ミス。ただ、これ結果としてパルキアめちゃくちゃいいかも。あ、やった。もう、じゃあこのまま技1で。削り切ってあげましょう。そしたらちょっとまあ軽めのアクアテールの方でどれくらい削ってくれますかと。あ、全然いけるね。あ、じゃあもうこのままアクアテールでいこうか。あれ、これさてはあれか、うち の, あのラグラージちゃん別に特に、うん、活躍の場なしか。ヒードランアクアテールで、あー、いけましたね。いや、やっぱオリジンパルキアの100しっかり育てといて、え、よかった。はい、つうことで、はい、榊撃破でござい、いやす、やっと、すげえさっぱり、さっぱりって言わねえか、あっさり。なんだよ、物を食うことが好きすぎるからだな。うん、言い換えが間違えてしまいます。とりあえず、843ヒードランだったんで、どうかな、強いのかな、この子強いと嬉しいけどな。よし、とりあえず、しっかりと捕まえていきましょうか。金釣りで、はい、よいしょ、ヒードランちゃんが次威嚇したらボール投げようか。ほら、はい。まあまあ、そんな逃げることないと思うんで、一応、2の3、OK。よいしょ。
このヒードランが激強だったら嬉しいんだけどね。ということでシャドウヒードランゲットだぜ。ありがとうございます。よいよい、個体値教えてちょうだいな。ドン、やばい、これ強い。あ、マジ、もう速攻よこんな。いい速攻やつ当たりを忘れず、マジ。ここ最近の伝説シャドウの中では、いや、ここ最近っていうか、なんかここ数年の中で一番いいのでは、 2,3 年の中で一番いいのでは。つうことで15、14、14、えげつなく強いシャドウのヒードラン決戦、ありがとうございます。はい、今回はですね、このガラルの呼び声ですよね。このリサーチの方を進めていくとですね、再度スーパーロケットレーダーもらえるということなんで、こちらちょっとね、今からちゃちゃっと進めていこうと思います。おそらく下パド倒す、戦うじゃん。で、この後またクリフ、アルド、シエラと戦って、で、その後、スーパーロケットレーダー受け取って、で、サカキまた探すみたいな感じになると思いますんで、まあ、つまりサカキのために、ロケット弾、ボッコボコにしてきます。よし、ガラルの呼び声の10ページ目終わりましたよと。ほい、オッケー。で、次のページに来ましたが、なんかあれですね、クリフ、アルロ、シエラもダイマックスがうんぬんかんぬんって博士が言ってるんで、やっぱストーリーがちゃんと進んでますね。で、こっからまあ幹部たちをまあ倒していくという、そういう段になっていくんですけれども、ちょっとごめんなさい、僕あのこの動画さ、ヒードラン2体倒すみたいなこと最初に言ったじゃん。ちょっと俺重大なことに気がついてしまったかもしれない。ちょっと話するね。今回ですね、ヒードランが、まあ、榊がね出すようになりまして、でこのヒードランの前っていうのがクレセリアだったんですよ。まあクレセリア、シャドウになることで、まあ、PVP 環境とかで使う人とかもいらっしゃったのかな。で、さらにその前はグラードンと海洋ガン、それの前がレジギガス、はい、で、その前にレジロックとかレジスチル、レジアイスとかのターンもあったんですよね。これを聞いてですね、おー、なるほどと思われたトレーナーさんいると思うんですが、直近の榊ってルビー、サファイア、もしくはダイヤモンド、パール、ダイパですよね、の伝説や純伝説、この辺をまあ手持ちにしてきているわけですよ。で、ダイパで言えばもうグラードンと海洋ガが出ていて、でレジ3種、この辺もすでに出ていると。ルビー、サファイアで言うと出てないシャドウの伝説ってもうレッグーザしかいないんですよね。じゃあダイパはどうだという話なんですけど、ダイパはね、まあ正直まだまだ全然、はい、余ってます。まあユクシー、アグノム、エムリットとかもあるし、ディアルガ、パルキア、この辺も普通に出る可能性ありますし、それで言うとギラティナ、ですよね、とかもあり得ると。となってくるとですね、今言ったポケモンたちですよね、が次の榊のシャドウの手持ちになる可能性がかなり高いというふうに思うんですよね。どうです、これもしかしたら次の榊の手持ちの方が美味しい可能性ない？いや、もちろんヒードラン強いです、ヒードラン炎タイプとしてもかなり強い。もう今回僕もね、高校大地引けたんでもちろん育成するんですけれども、2枚目のスーパーロケットレーダー、これ次の榊の発表が来てからでも遅くないなって思いました。ちょっと僕は急いで、ああやったーみたいな、あ、ヒードラン最近強くなったし、ヒードラン2匹、うわー嬉しいみたいな感じで思っていたんですけれども、ちょっと一度ですね、はい、まあ僕も35歳ですんで大人なんですよ。大人だから一回ちゃんと足を止めて考えてみた。その結果今日2戦やるのは得策じゃないと思いました。なぜなら大人だから、はい、
ということで、ちょっとこの動画を見てる皆さんもですね、もしかしたら僕みたいに考えた人いるかもしれません。アヒードなんちょっとワンチャンあるぞ、2000円やってもいいなって考えたトレーナーさんいるかもしれないんですけど、もしかしたら次回がシャドウのレッグーザとか、シャドウのディアルガとか、パルキアとか、こういったのが来る可能性を、ちょっと考慮して、一回して、うん。っていうのもありだと思いました。はい。ということで、ちょっとこの後ね、普通に幹部たちをやって、ロケット団のね、その、榊のスーパーロケット団の取得まではちょっと僕頑張りますけれども、一旦今日は榊はやらないことにします。はい。まあ、とりあえず、ロケット団とはちょっとバトンっていきますか。ほい。じゃあ、アルロから、ダンバル強奪してきますかね。えい。よいしょ。残念ながら色違いではないと。ちょっとね、金曜日までは集中してさ、ロケット弾やるから、できれば色違い出したいな。あ、いやでも、ダンバルよりは、ラルトスかな。ちょっと今日僕半袖なんですけども、気がついたんです、寒い。いやまあ今日これ動画2本目の撮影なんでね、1本目の時にもちょっとうっすら、あれなんか今日天気悪いな、寒いな、雨やだな、雨ってことは気温がもう上がんないなと思っていたんですけれども、今日この後さらに僕は撮影をしようと思ってるんですね。うん。体調悪くする。なのでちょっとこの後ね、ちょっと上着を取りに一回家の方に戻りまして、で、この後また別の動画の撮影に入ろうかなというふうに思います。まあ何はともあれね、今回のロケット団イベント、まあ4日間ね、期間短いです。なんですけども、こういうところでですね、いつもよりもね、パーツ集めやすいからっていうので、幹部いつもよりちょっと多めに倒していきましょう。あと本当に忘れないでください。八つ当たりの消し方。消し方じゃないわ。消すのですね。消し方は、八つ当たりを覚えてるポケモンにですね、技マシンスペシャルですよね。こちらを使えば、削除することは可能でございますので、簡単ですね。ただし、このね、技の削除っていうのは基本的にロケット弾襲来してる時しかできませんので、お気をつけください。また、今回のこの期間中ですよね。気球ですよね。の方もね、いっぱい飛んでくるようになりますので、で気球ね、ロケットレーダーとかスーパーロケットレーダーあれば、幹部及び、榊の可能性も普通にございますので、こういったところを有効活用していきましょう。ということで、では皆様良きロケット団ライフをということで、今回これで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私もね、 X インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。